ゃなんかいい音楽をテレビで流せばいいんだね。いやテレビの音が普通に流れてますが、カフェ音楽みたいなやつあったよね。優しさがこっちの CD がどっかに、あここはでん、どうかしら、いけた？うん、 OK。 なんか音楽な気もするよね。なんか音楽やってからちょっと、うんね、やっぱその多分テレビ、うん、繋いでる問題だと思う。なんかいい感じの CD、 どっかに音楽なくてもあれで、なくていい、うん、みんななくていいって言ってる、優しい。私が言ったのにすまんねないな。ちょっとこの深夜の恋愛相談室は楽しくなっちゃってるんだけど。いや本当だよね、ちょっとおもろいわ。2人ではこんな話になんないじゃん。誰かの何かがないとさ、うん、ないかな。これ人の相談に乗るの楽しい、楽しい、うん、やっぱうちら女子なんだな。アラサー女子だわ普通に笑っちゃう。マジ、私もう、あと2ヶ月でマジサーなんだけど、やばい。マジサーアラサーじゃなくなる、アラウンドサーティーじゃなくなるんだけど。マジサー。マジサーになっちゃう。相談室楽しい。女子が楽しんでくれてて嬉しいね。ね。男子はドキッとしながら聞いてくれ。うん。あとはね。でも送ったから見てくださいって言ってる人もいる。もうこんな恋愛感なんてすぐ変わっちゃうよね。うん。言ったことさ、うちらってさ、表に出すとさ、永遠にそれ言われるじゃん。うん。だからこの2020年3月16日現在の話だと思って聞いてほしいよね。うん。本当に。すぐ変わる。うん。これでもまたこれさ、文字数でさ、中で切れちゃってるんだけど。切れちゃってる？3年前くらいに付き合ってた彼氏に復縁迫られて困ってるんです。うわ、別れた理由が、うん、他の女の子ばっかりと遊んでてそれが嫌で別れたのに、ま、うん、てんてんてんってなってるけど、多分またその迫られてるのを多分どう断ればいいのかな、うんうん、みたいなことなのかな、きっと。ああ、それはもう普通に本当に今はそういう気持ちはもうないですと言うべきだよね、うん、どう、うん、そうだと思う、うん、でもなんかすっごいなんかしつこいというか、ストーカーに、みたいになってたら怖いよね。確かに。これ大丈夫なのかな、この子は。どうだろう。まあ、周りに相談したりとかね。うん。まあ、でも、はっきり言った方がいいよ。なんか。うん。あるかもと思わせるのはね。うん。良くないから。あ、嫌だって言ってんのに、しつこくてって言ってる。あ、そうなんだ。もういいよ。返信無視し、本当にちゃんと伝えて返信無視しな。うん。うん。そしたらもう送ってこなくなるから。うん。きっと。そう、余計なことは言わない方がいい。ね。もうただただ無視すれば。そう。うん。そうやね。ね。携帯めっちゃ見られるし、勝手に LINE の友達消されるはやばいね。うん。入ってる人いる。私一番最近思った、一番嫌な人、携帯勝手に見る人かもと思った。うん、私無理、私も無理。見なくない、うちらの性格だと。見ない、絶対見ないじゃん人の携帯。見ない、うん。どういう感覚か教えてほしい。別に否定するわけじゃないけど、いるじゃん男女問わず、いる、付き合ってる人とか、うん、携帯見る人、うん、いいことないやん。ない、いいな、うん。だ、見て何になるのって感じ。そう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 。いいことなんてそこにあるのみたいな。ないよ。うん、やめな、もう完全に人として疑われちゃうよ、うん。そう、プライベートはダメだよ。心
勝手に鍵開けて部屋入っちゃってるのと一緒じゃないっていう感じがする。うん。うん、ね。そう。あ、でも人の携帯見る人は自分の携帯見せれる人なんだと思ってるって言ってる。まあまあ、そうなのかな。あ、でも。いや、でもそうじゃない人もいるやん。私のは嫌だけど、私は見たいみたいな人もいるやん。だからさ、その、自分が見せられるから人のを見てもいいっていう方式、定式は成り立たないよね。うん。の。そう。って思います。うん。だからでもこれはね、感覚の問題だ、ね、見られるのだけは本当に。ここにさ、絶対見たくないし。そう。なんかここにさ、うん、人んちの冷蔵庫開けるやついるよねって書いてあるんだけどさ。あ、なんか電波悪い。やばくない？あ、なんか時差がある。あ、ほんと？あ、そうでもないかも。あ、あ、またいなそう。わあ、また絶対一人になってる。やばい、海外の子が、海外の人が、ゆきりん、あ、なぜあなたは、あ、美しい、あ、間違った。なんで楽しいんですかって来てるかと思って、間違った。はーちゃんいる？またはーちゃんいなくなったよ。絶対田舎住んでるぞ。終わってるな。はーちゃんいなくなっちゃった。ああ、そうな。じゃ逆だったらいけんのかな？本当にさ、はーちゃん。関係ないのかな。私しかいないね。柏木さんしかいなくなりました。でも逆にしても多分電波状態は変わんなそうだけどね。どうなんだろう。そうするか。じゃあみんな私の方に移動しよう。じゃあね、みんな。ゆき柏木オフィシャルの方に。お願いしまーす。じゃあねー。いけてる？いけてるかい？みんな。いけてそう。これはラジオ配信してます。ラジオ配信です。なぜかというと、あのすっぴんだからなんですけども、今は親友の同期で AKB に元 AKB の同期の親友の片山遥ちゃんとラジオ配信をしてたんですけども、あのはーちゃんの方の調子が悪くてこっちに移動してきたんです。なので私の大大大親友のはーちゃんが来たら、あ、来た、これか？え？できた。あ、できたできたできた。できた。できたくない？インカムになっちゃってるんだけどこれ。早く右下、右下で、右下で。来た来た来た。できた。そして、深夜の、柏木。何も見えなくて正解です。
山。なんで電波悪いんだろう。どうだろうね。ちょっと一回ぜ流れそうだな。いいよ。え、これさ、長押しするだけ？長押しするだけ、このコメントを。ダメだ、流れちゃうね。あ、でもね、それをずっと押さえてると流れないよ。コメントが止まる。あ、ほんとだ。止まってるけど、でもなってなくない？で、ずっとブーンと出るまで押す。あ、コメント、ここでするか。来たあ、もしもし、あ、来た。あ、来た。なんかさ、携帯高温になって緊急みたいに出ちゃった。え今一回冷凍庫にぶち込んできました。治りました。よかった。うん。びっくり。失礼、失礼。私、え、私だけと思っちゃった。いや、私のせいです。私が、初めて見たんだけど、高温のやつ。なるんだね。音源出てさ、緊急みたいに出る。ちょっと充電しながらやってたから。ああ、私も充電しながらやってる。やばいかな。そのうちなるかも。ね。質問いっぱい来てるよ。お。じゃあ、セレクトして。確かにこれ長いと見れないんだね。そう、見れないの。これむずいな。ちょっと待ってね。今、相談室。確かに読めなくて。ここにさ、広げたら全部わかんのかな？いや、わかんない。どうやって全部見れるのかわかんないけど。まだ見れた試しない。かわいいよ、見て。好きな人に会いたいって素直に言えなくて困ってて言った方がいいですかね。めちゃかわいい。ね。好きな人に会いたいって素直に言いなよ。うん。なんで言えないの？ね、だからあれじゃない？忙しいのに会いたいって言ったら嫌かなみたいな。ああ。でもさ、言うだけただじゃんね。そうだよ。言われて嫌な人いなくない？いないと思う。てか、迷惑だったら迷惑って帰ってくると思う。本当に会いたいって言うなって。それはそれでしんどいな。それはそれでしんどいけど。言った方がいいよ。うん、逆だったら嬉しくない、うん、好きな人に会いたいって言われたら。そうだよ。ね。うん。って思うの、おばさんは。うん。別になんか何とも思ってない人でも会いたいって言われたら、え？確かに嬉しいよね。うん。意識し始めてさ、そこからさ、好きが高まる可能性だってあるしさ。うん、そうそうそう。言うだけただ言論の自由はあるから。大丈夫。うん。な。なんか食べようとしてるの、それ。うん。あの、梅しその柿ピーもある。お腹空いちゃって、うん。続きまして。はーい。あ、そう。なんで？続いて。うん、あ、みんなわかるわかるって言ってる。好きな人になってる？うん、私、もうやっぱ歳なのか、言いたいこと全部言っちゃう。大事。うん。マジで大事。言いたいこと言わないと、なんか、めっちゃ嬉しいの来てる。初めて見てますけど、面白すぎて寝れないですって来てる。いや、嬉しい。うれぴー。うれぴーは。これ難しい。知りたい。付き合ってるの定義を教えてください。むずいね。いいです。付き合ってくださいって始まらないの？それ始まらないの？いや、そうなんだけど、多分、例えば、うん、なんか、あんまり会えてないから、これって本当に付き合ってんのかなって思ってるとか、そういうことじゃない？
ああ。だからどういうのが付き合ってるって言うんですかみたいなことじゃない？それ考えたことない。むずいね。むずい。どうなんだろう。付き合っ、でもそれこそさっきのさ、会いたいとかをさ、うん、無条件で言えるのは付き合ってる、あれなんじゃないのかな。ああ、確かに特権だよね。付き合ってる特権だよね。うん。彼氏、彼女のね。それをお互い言い合ってもいい関係ですよねっていうのが付き合ってるって感じっぽくない？うん。ぽいよね。確かに。他にある？なんか。他に？うん。付き合ってる。なんだろう。それぞれ違うから。違う。付き合う、なんか、ある程度のわがままを聞いてもらえる？ああ、だから言えるとかね。うん。やっぱ言えるにつながるよね。うん。確かに。なんかさ、これさ、コメントに何食べてんのって言ってる人の次に別の人がカキピーって返してる。ちなみに結構音でかいからね。もうちょっと話してあげて。よかった。めちゃめちゃでかいです。相談募集はこの下のね、ハテナのところからですよ。そう。やってください。コメントでもいいですよ。コメントでも全然。食べとるね。バリバリいっちゃうよね。結構離れてるんだけど。うん、大丈夫。パソコン落とせる。あ、みんな。みんな送ったって言ってる。もうね、続きが読めなくて難しいんだよね。あ、そうそう。ね、これ難しい。十何文字しかそう。見えてなくて、どんな質問か。うん。わからんくて開けない。これ難しいよ。ん？落ち